ます。カモンマテリアマテリアの坂上五郎です。マテリアのあゆみです。上根ひろです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、10月22日、はいね、はい、ということになりました。もうね、あの秋ですね、秋ですね、秋ですね、はい。でこの秋の、10月22日は一体どんな日なんでございましょうか。はい、この日なんの日です。はい、はい、国際喫音啓発の日となっております。国際喫音者連盟が制定いたしました、はいはい、世界に数百万人いるとされている喫音どもりや言語障害を持った人に対する理解や、啓発を求めることが目的とされて、作られております。その喫音理解啓発の活動として、まあ、オンライン会議とか、まあ、毎月10月1日から22日まで、そういうね、キャンペーン期間みたいな、ね、そうですね、が行われていて、まあ、関心のある人によって会議が行われているそうで、はい、日本でもね、この講演会など開催されているそうです。なるほど、はい、まあ、あのトモルのね、まあ、ヒロインの相手役というか、友人として出てくる、あの春くんっていうのが、まあ、実はちょっと喫音という設定だったりとかして、はい、まあね、あの僕も実はあの小学生の時に友達で喫音の子がいたりとかしてね、あの実は喫音っていうのにはちょっと接する機会があったりとかしたので、あのよく、なんか分かるというか、まあ、こういうことなんやろなみたいなのあったりとかするんですけどね。あと僕らの、そうそうそう、僕らの世代って裸の大将ね。最近僕は裸の大将でよく言われるんですけど、ランニングシャツ着て、あのリュック背負って歩いとけみたいな。おにぎり大好き。おにぎり大好きなんですよ。全然キツじゃない。そう、あの鮭のおにぎりか、あの梅干しがいいな。はい。そしてもう一つ、はい、パラシュートの日です、はいはい、1797年の10月22日に、うん、フランス人の方がパリ公園で、8000フィート、約900メートルの気球から飛び降りたっていう人になっております。気球から飛び降りたよね。そうです。よう飛んだな。アンドレ・ジャック・ガヌルランガヌルラン、はい、ガヌルランって方がね、はい、直径7メートルの、布製の傘のようなものと一緒に飛び降り、これが世界初のパラシュートによる降下となった日ですね、着陸時に、衝撃があったものの、当人は無傷でありました、この時の、熱気球とパラシュートはガヌルラン自らが製作したものでありました。すごいですよね。スピードで落ちたんでしょ。ねまあまあスピードで押す。いや衝撃があったっていうからやっぱそうでしょうね。でも無傷でしたって。いやでも900メートルやで。ねえ。900メートル。いやだからさ、あのほら、まあまあ、あの飛ぶといえばもうジャンバンジーとか、あーね、いろいろあるじゃないですか。で、うん、あれやろ、バンジーしたいんです。バンジーがしたいんです。すごいな。チャレンジものでね、一回こうやろうかなと言ってたんですけど、何秒で飛んだるわみたいなこと言ってるけども、実際ここに立てばね、うん、どうなんねやろうっていうのは。でもそうなったら多分飛べなくなっちゃう。なる、ね、やる、やりたい、やる、この番組でやりたいですね。行きましょう。夢が叶う。いや、あのあれやで、あの近くで言えば、あのシギさん、シギさんの、あのあるのよ、なんか湖っていうか、なんか池みたいなところがあって、その池の上から飛べるところ。行きましょう、バンジーね、飛ぶじゃないですか、そしたらどうやって救出されるの。じゃあ、あれだから引っ張り上げる、引っ張り上げるの、下に落とすの。下かな、横かな、もうどうやって俺、それがね、ビヨーンってなって、そう、だいぶ止まってから、まあ、届くところにピュってやってくれるのか。そうそうそう、下ろすことじゃないですもんね。下ろすのを下、あれ、そうそう、湖になっちゃうからね。そっか、どうなるんやろうと思ってて、それがすごい不思議。引き上げられるのもちょっと怖いですね。怖い、そう、引き上げるのも怖いなと思って。
多分そのね横かばっかにこう、はいはいはい、なんか引っ掛けてかなあのほら最近ほらあのなんか遊園地とかでもさ、うん、バンジーみたいなやつあるやん、うん、あもうであれは下にこうマットが引いてあって、うん、で下ろしてその場で下ろすみたいなね、うん、やつはあるけどね、うん、どうなんだろうねバンジーの終わりが分からへんねシギさんどうなんだろうな、うん、果たしてシギさん未だにやってるのかどうかよく分かんないですけど、ね、あのまあまあまあまたそういう企画も ねやってみたいですねやりましょうよはい、はいはい、でもたまにはちょっとスタジオ飛び出してやってみるのも面白いんじゃないでしょうか。はい、はいはい、以上です、はいはい、ということでした、はい、で今日のですね、はい、このプレゼンありかなしかはですねあのプレゼントというかですねご報告をちょっとしたいなと、はいはい、あのまあもう1ヶ月ぐらい経っちゃったんですけども、はい、あの約1ヶ月前にですねあのドラゴン映画祭2022 in、新世界東映でですねあのこの、4作目のともるのですね上映をさせていただきましてですね、うん、いやもう本当にね僕ねあの初回の上映の時に、うん、もう言葉に詰まっちゃって、あのいやもうちょっと恥ずかしい集大を晒しかけたんですけどもうあのねローズっていうところで上映したんですけど、うんだから30席ぐらいのところなんですよ、うん、そこに24人ぐらいまあまあ、 あの割と入ってくるなって、はいうん、であの見ていただいてたんですけど、うん、もう見終わってからあのもう舞台挨拶の場所に立った瞬間にもうね、うん、あかん これが俺も喋られへん感極まってしまいましたって感じになってうわってこうもなったのを、うんこう無理やりこうあの喋りつつでももうみんなにももうあ、うん、来てるっていうのが伝わってしまってでたまたまそこにいたあのねそのあの仲間というか、うん、にはもうあんなん見せられたら泣くしかないやんって言われてもう気持ちようわかるわ言ってすごい言っていただいたんですけどね、うん、あのまあ なんていうかなそのやっとこう生み出したっていう感じなんかな、うんうん、あのやっぱ作ったところまでっていうのは何の実感もないんですよ、うん、あのなんせもう何回も見てるし、うん、で音響も何回も確認してるし、うん、このタイミングでとかで全部指示を出してやらせてもらってるんであの僕としてはもう出来上がってるもんなんですよね、うん、でもそれを何回も見過ぎてるがために、うん、あの制作意図とか、うん、その自分のこう思いみたいなの乗っかってんねんけど、うん、それが果たして人にどう受け取られるのかっていう客観性がもう全く分かんなくて、うん、でとりあえず見てもらうしかないなっていうので見てもらったっていう感じだったんですよね、うん、でそれがもうねあのなんやろもうこの舞台の上立ってみんなの顔見た瞬間になんかすっごいこうぐわーって込み上げてきて、うん、もう言葉にならなくて、うんですみませんって言ってもうこんな集大さらつもりなかったけどみたいなんで喋ってたんですけどね、うん、であの、出演してたあの、辻将軍とかいたんで、うん、とりあえずとにかく舞台上げて舞台上げてあのお話をしてあとその時あれかあの主題歌歌ってくれたシーンさんが来てて、はいみんなでちょっと舞台挨拶で喋、ね、らせてもらったんですけど、うんいや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 だから3回上映させてもらったんですよ、うん、で初日16日初日と17日2日目で19日という形でやらせてもらって、うん、19日なんかってもう台風真っただ中っていうか、うん、そうですね、もうあの、JR が計画運休するって決めてたから、うんはい、みんなもうどうしようどうしようみたいな感じやったはずやのに、うん、なんと40席の映画館がもう立ち見が出てしまったという形で、見に来ていただきまして、うん、本当にありがとうございました。あの一応数えたんですけど、3日間で108人の方に見ていただいた形になりました、うん、はい、あの灯るだけは常にあの満席に近い形になったということになってまして、うんうん、まあ本当ありがたいなという感じなんですけどね、はい、で一番嬉しかったのはあの制作関係者映画制作をやってる監督とか、うんうんはい、あの出演してる、ね、俳優さんとかが見てくれて、うん、あの向こうから言ってきてくれるんですよ、
あ、見ましたよ、うんうん、であれ面白いんだけど、関東の人で俺らほらともるっていうやん、うん、関東の人ともる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 見ました、ともる見ました、ともるなんやと思ってまあそうだよね、ともるだよねって言って、うん、ともる、うん、あのただ俺はともるっていう方が自然やからともるって言ってるんですけど、ともるなんよね、うん、で俺は最初はともる、いきなりさ、ああのともるって言われた時にあ、うん、あ、うん、はいあ、ありがとうございますみたいな感じともるしか言われへんからともるそうそうそう、まあまあだから そういうね、あの監督さんとか、うん、その出演者の人とかが見てくれて、あのすごい良かったっていう、うん、あのね、ある人はねメールでわざわざ感想くれたんですけど、うん、あのね、乃木区の墓を思い出しましたって、うん、あのクライマックスで出てくるあの春人くんのセリフがあるんですよ、うん、で それを聞いた時にあの、その、僕は乃木区があのその素朴な乃木区が大好きで、タミ、うん、さんは乃木区のような人だっていうセリフがあるんですけど、うん、全然違うんですよ、そんなセリフじゃないんですよ全然そんなセリフじゃないんですよ、でもなんかそういうなんかなんていうの、清々しさというか純粋な、うん、あの、うん、愛情みたいなのを伝えるっていうところがなんか感じられて、なんか乃木区の墓を思い出しました、なんかたくさんの若い人にも含めてたくさんの人に見てほしいですねっていう熱いメールをいただいて、ちょっとびっくりした時もあったんですけども、はい、どうでした、でも映画館でね、あの19日ですよね、最終日だから満席の中で見ていただいたって感じだったんですけど、どんな感じ、雰囲気も含めてどんな感じでした、雰囲気、まあ、見た感じ、まあ、そこで完成を初めて見た、うんうん、そうですよね、あの、まあ、イメージしてたより、うん、ちょっとこうロートーンというか、おとなしい静かな感じのこう、うん、ストーリーやなっていうのが、うん、あ、こういうふうにこう、まあ、まとめたって言い方は悪いかもしれないけども、うんうんうん、あ、こういうふうな出来上がりなんやっていうので、うん、で、まあ、サクッと見れたというか、はいはいはい、まあ、42分、うん、まあ、40分ぐらいのやつですからね、そうです、見やすいっていうのは思いましたね、うん、まあ、なんせあの余計なものをできるだけそぎ落とした結果の作品やったりとかするので、うんうん、はい、あのシンプルな流れにはしたつもりではありません、でもまあ出てるんでね、そうそう出てるし他の人 の稽古とかも見てるんで、はいはい、結構こうちょっとこうゴツゴツするのかなと思ったんですけど、うんうんうん、こうスーッとこうなってたので、あ、素晴らしいなっていうのは思いましたね、 あれはね、もうね、まさにね、うん、あのピアノのおかげです本当にあの野上さんのピアノが素晴らしかったし、まあ、あのそのピアノの効用によってこうやっぱこううまくこう落としてくれたっていう、うんうん、であとはあのもう長尾さんの、あの声音のテクニックが素晴らしかったですね、いろんな音もバッチリのタイミングで入れていただいて、はい、はい、はい、どうで、なんかね、うん、あなたも現場は結構見てるからね、そう、でも一番衝撃なところのシーンは現場にいなかったから、あー、そっか、そうそうそう、帰らなかんかったよな、帰らなかんくて、せやあのシーン見てないもん、あのシーン見てないからそうそうそこで初めて見れて、はいはい、なんてリアルなほんまこれびっくりするやんって思う、いや、それはびっくりした人いっぱいいたのよ、あの現場で、ね、はい、現場の壮絶さがちょっと分かった、うん、なるほど、うん、でも若菜ちゃんがすごく可愛くて、うん、純粋やなっていうのはすごく伝わるし、翔くんもすごい純粋で、うんうん、そうやね、うん、めっちゃええ子っていうのも伝わるし、うんうん、美空ちゃんも良かった、うんうんうん、3人が3人、その若い3人が、うん、すごいよく光っているトモルだった、うん、なるほどっていうのは思いましたね、でね、あの泉さん、泉恵子さんがね、うん、あのあんまりねおばさん役をやってない、うん、そういう役っていうよりどっちかっていうとちょっと跳ねた役っていうか、うん、そういう役も多かったりとか してる人なんですけど、うん、あの僕今回はもうほんまにあの、なんていうかな、その主人公の、ルナを、うん、あの温かく見守ってあげるおばさんっていう設定でお願いしたんですけど、あのね、面白かったのが泉さんのことを知ってる人何人かが
泉さんがちゃんとおばさんに見えたんですよ。まあ年齢的にもね、まあ、まだ40そこそこぐらいの人やから、うん、そのなんかイメージ的にはどっちかというと若いイメージがあったりとかするんで、うん、おばさんってどうなんみたいなところは多分周りの人にあったんでしょうね。それがおばさんに見えたっていうのがすごい僕は面白かったなと思って、うんうんうん、いやおばさんやからねって言ってる。泉さんがって意味じゃないよ。役がね、役がおばさんなんでね、はい、うん、でもしっかり演じていただきましたし、僕泉さんの最後のあのセリフで僕はいつも泣くの。あのセリフでね、もうちょっと泣かされちゃうって、ね、そうなんですよね、はい、まあまあそんな感じでございました。だから、はい、ドラゴン映画祭自体も台風の中ということで考えるとまあまあ来ていただいたんじゃないかなと思うんですよね、うん、はい、4日間でまあまあな人数は来ていただいてたと思うんですけど、まあ、その中でも、まあ、灯の上映は常に、まあ、ほぼ満席というか満杯でいつも来ていただいてまして、はい、たくさんの方に見ていただいて、まあ、ドラゴン映画祭の中では、まあ、割合成功した方じゃないかなとは思ってますし、うん、作品としても、まあ、ようやくこう皆さんにぜひ見ていただきたいですって、うん、まあそうなんていうの、そう、じゃあドラゴン映画祭始まるときは言えなかったのかよって言われると、うーんっていう感じなんですけど、やっぱね、一番最初が一番ドキドキするんですよ。そうでしょうね。もう本当にもうどうなんて、どんな反応なんやろうって。だから僕もローズって映画館なんですけど、そのローズの席には座ってないんですよ僕。うん、一緒に見たらなんか俺に気兼ねしたりとかあったら嫌やなと思って、うん、一緒に見ないでおこうと思って、うん、でローズって入り口のところについたてがあってっていうとこ、そのついたての裏側で立ってずっと見てたんですよ、うん、だからその叱るべき場所ですすり泣きの声とかも聞こえてくるし、うん、ああちゃんと伝わってねえなみたいなのもあったし、でみんなでも終わってからの反応ってどうなんかなってやっぱドキドキするやん、うん、で上がっていく最中にだんだん そのこの実感が入ってきたしだもうわーっていうそうなんですよね、はい、まあやっぱそのメッセージをね伝えたい、先週も言いましたけど作品作るっていうことはメッセージがあるんですよ、うん、でそのメッセージを受け取ってもらえるってすごいことで、うん、でも受け取ってもらうためには見てもらうしかないんですよね、うん、ですよね、そうなんですよね、まあ、だから今後もですね、まあ、今ドラゴンといろいろね画策してるんですけど、うん、いろんなところで上映をでいろんなスタイルでやっていきたいなっていうふうには思ってまして、うん、また皆さんにもびっくりするような形でちょっとお見せすることができたら面白いなって思ってたりもするので、うん、その辺の情報をね期待して待っておいていただければなと思うんですけど、はい、まずはでもね八尾の人に見てもらってるのでね、うん、まあこれ本当に八尾市の皆さんにものすごい協力していただいて、うん、制作したものなので、うん、もうロケ地のね、うん、もうカルダンさんなんて俺何回行って何回行ってんねんっていうでその都度パフェ、いちごパフェちゃんと作ってもらってね、はい、一回いちごないねんけどどうしよう言われていちごこうて持っていったっていうねことを見ましたんで、はい、まあ、それぐらい本当に皆さんに協力していただいた境ミートのコロッケ本当うまいしね、食べたでしょ、食べましたよ、コロッケ以外もいっぱいあったそうそうそう、めっちゃ買いましたよ、買ったいやいや本当美味しくて、はい、ぜひ皆さん境ミートさんと、うん、カルダンさんね、うん、行くことあったらカルダンさん俺まだバーガー食いたいね、まだアメリカンバーガー、ハンバーガーあそこカルダンさん僕行ったことない、行ってないから行こう、ね、行こう行こう、トモルのロケ地巡り、ね、あーいいね、うん、いいね、それいいですね、たまにそういう会あってもいいよ ね、 うね、うん、でバンジー飛ぶみたいあ、それいいな、まあ、いろいろできるからね、八尾からやったら、うん、シギさんすぐやでえ、ほら、あれやから、そうかシギさんケーブルまで、はいはい、ね、行けるんで、あ、そうなんや、そうそうそう、そうなんですよ、うん、意外とね、じゃあ、トモルのロケ地巡り、うん、ロケ地巡り行ったらいいですね、ね、ね、うん、ね、うん、行きましょう行きましょう、うん、うん、マジでマジで、うん、ここが公園ですみたいなのも、はいはいはい、ね、はい、うん、はい、はい、
やりたいね、はい、やりましょう、はい、一回企画しましょう、はい、ということで、ということで、その企画が生まれたところで、またともるですね、上映決まりましたら、情報をまた公開していきますんで、ここの番組でも言っておきますし、あのホームページの方でもね、紹介していきますんで、多分ここでも上映しますしね、はい、はい、あの、のお父さんが迎えてくれるんで、お父さんがあのぜひぜひ、楽しみにしておいていただきたいと思います、うん、ということで、映画ともるの、映画ともるのともるの上映報告でございました。ありがとうございました。はい、では、あゆみ、はい、情報でございます。はい、はいはい、10月28日が金曜シアターございます。ノルカソルカさんの眠り耳の精霊を上映いたします。はい、お時間が18時会場の19時スタートになります。はい、料金1000円プラスワンドリンクのオーダー制となりますので、ぜひぜひお越しください。そしてその次の日、29、30、はい、土曜日、日曜日はオースティンタワーズ祭りとなっております。はい、お時間の方それぞれバラバラになっておりますので、ホームページの方ご覧ください。参加費が、ワンチョイス1500円、ドリンクお貸しとなっております。ぜひぜひ3本楽しんでください。お願いいたします。はい、そして11月の3、4、5、6は、うん、私たちは人間だの上映がございます。はい、舞台挨拶、監督の舞台挨拶、3日の日にございますので、うん、そちらの方もね、ぜひぜひお越しくださいませ。そして詳しい内容はこの後、はい、すぐはい、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 ということで、じゃあすぐ行くよ。はい、今日のグッチャということで、私たちは人間です。はい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 ですね。ね、はい、ドキュメンタリー映画です。はい、はい、コー監督の、はい、まあ、愛たちの学校っていうドキュメンタリー映画を作られてからの、うんうん、2作目、私たちは人間だという、はい、お話となっておりまして、まあ、外国人の入管、うん、入管問題ですね、はい、っていうのが取り扱いされていまして、まあ、2021年の3月にスリランカ人の方がね、はい、入管の、はい、で死亡、亡くなったっていうのがあって、ね、それをね、はい、まあ、名古屋の方であったという事件をきっかけに、ね、この映画が作られてます。はい、私たちは動物ではない人間だ。ね、だから、なんていうんですかね、うん、まあ僕らねすごいお世話になってるし、うん、またそういう方々がいなければ僕たちの生活に成り立たないんですけど、残念ながらその官僚の方っていうか、うん、そのまあ親方日の丸じゃないんだけど、うん、そういうその役職についてる方がなんか目の前にいる人を人として見てるんじゃなくて、うん、なんか対象として見てるというか、うん、そういうことって現実に起こってたりとかするわけですよね。だから人権ある人間なんだけど、うん、なんでその病気になったっていうのをそのお医者さんに見せてもらえないんだよね。ただ単にお医者さんに見せりゃいいだけの話なわけでしょ。だからその後のことは後で考えるわけで、でもそれがなされなかったのなんでやねんっていうお話ですよね。まあ、あれはもう本当に話題にもなりましたし、はいはい、これからも絶対忘れちゃいけないと思いました。でこれがあれなんですよね、3日はこの監督が、監督が、はい、はい、来られて舞台挨拶がございます。はい、3日は3回やるんですね。3回2回目と3回目の後です。はい、そうです、はいはい、ね、はい、に来られますね。ます、はい、難しい問題ですから、ね、いや難しいですよ、難しいですよ、はい、というかね、ほんまに僕見せてもらったんですけど、はいはいはい、知らなかったですもん、うん、あ、今もこういう状態なんやっていうのが、やっぱり普通に生きてるとこう触れない、うん、関係性がなかったら全く触れないところでこういうことが起きてるんやっていうのがあからさまに分かったっていうか、うん、じゃあ知っとかないとやっぱあかんことってやっぱりあるし、ありましたし、そういうところの難しさ、僕らにも何もできないやんとも思いましたし、でも
もそう思ってもいられないなと思いましたね。あのだから、まあ、例えばその入管の話で言うとね、例えばあの難民問題とかあるわけですよ、うん、で今あのウクライナ難民を積極的に受け入れるという形で、はい、どんどん受け入れて、いろんな形でフォローするっていうのをやってるけども、はい、じゃ同じくその難民である、こっち側の難民の人たちはどう、うん、難民申請してる人たちは何年も待ってたかもしれない、はいはい、本当に本当にあの審査を待ってる。そうですよね。で降りなかったら降りない強制送還される。いやそれがね、あのもう一回申請したら申請中は滞在できるんですよ。そういう抜け道もだから何年もいるんだけど、うん、でも定職につけないんですよ。許可が降りないから、うん、で、うん、あので高所作業とか、あの、はいはい、なんていうんですか、力仕事であのビル壊す、ハンマーで壊すとか、そういう仕事にしかつけないっていう、そういう問題もあるんですよ、はいはいはい、だから入管法とかその、まあ、難民救済法やら何やらとかいろいろあるんですけど、そういうのがちゃんと整備されてないがために、あのなんかおかしなことになってるというか、目の前にいる人たちの人権が全く守れないられない、うん、でそういう人たちの子供が小学校に上がったりとかしてるんですよ、はいはいはい、で日本語どんどん覚えていくねんけど、あのそうですよね、そうそう、お父さんたちは全然喋れないんだけど、子供たちが喋れるようになって、うん、でそういう子らがどんどん成長していくんだけど、その子たちの受け皿がないみたいな、あもうだからいろんな問題が実はもう日本の中ですでに起こってるんですよね、うん、はい、なんか本当にこの昔にあったようなことやと思って、ね、思ってますよね、今もなんですよ、今現在です本当に、はい、まあ、あの分かるんですよ、官僚の方も、うん、あの法律で決められてることを守らないと自分が逆に法律で裁かれちゃうんで、うん、はいはい、勝手なことができないっていう、うん、っていうことは分かるねんけど、うん、いやでもそれはそうかもしれんけど、命に関わる問題だったらちょっと動いてもよかったんじゃないかなみたいなね、はい、うん、あのそういう部分ってあるんですけどね、うん、まあなかなかそれがあのうまくいかないというかね、本当にその文化の違いっていうのもやっぱりね、ありますね、本当に感じます、ね、あります、はい、だから日本人だったらそういう訴え方をしないけど、はいはいはい、外国人だから違う訴え方をしてしまったがために日本人が嫌がっちゃうみたいな話も、はいはい、まあさあるんですよね、あるんですよね、うん、まあまあその辺は隣人としてお互い認め合いながらやっていくしかないので、そうだよね、でも逆に言うとね、あのだから日本人のやり方も認めてほしいってところがあるし、はいはい、日本人としてはね、はい、分かるよ、君たちの言ってることは分かるけど、うん、あの分かるんだけど、そういう言い方じゃなくてもうちょっとトーン落とそうかみたいな、うん、って言いたくなる部分もね、僕らとしてはあったりとかするじゃないですか、はい、うん、まあ、だからそういうところを、まあ、こういう作品見ることによっていろいろ考えて、はい、でかつその、まあ、何かできることがあればね、はい、あの一緒に考えていければなと思うんですけどね、はいはい、同じ日本社会で起こっていること、はいはい、いろんなものが伝わってきますよ、はい、はい、ぜひじゃあ3日から、はい、3日まで、はい、ということで今日のグッチョイでした、エンディングでございます、はいはい、なんだかんだ言いながら、30分ギリギリって、あ、はい、もう超えちゃったって言いますね、はい、なんですけど、まあ言いたいこといっぱいあるからね、そうですね、はい、あのやっぱりね、伝えたいことがあるから我々あのこういうことやってるっていうところがあるので、あのぜひまたそういうね、何を言ってんのかなっていうのを感じながら見ていただければ嬉しいんですけど、でもね、番組見て問い合わせしてくれるとかって嬉しいですね、嬉しいですね、なんかね、ちょっとずつ本当に映画が集まってきたというか、上映ができるような形になってきたので、ね、ただこれから増えそうですよね、そうですよね、あのどんどんまた問い合わせも増えてくると思いますんで、はい、どんどんマテリアルがね、いろんな、人たちが来る場所に、ね、なっていってる感じなので、はい、ぜひこれからに期待していただきたいと思います、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います、どうもありがとうございました、ありがとうございました、さよなら。